hopefully this is it for this game, because knowing this is I like it. It'll just take forever. ブロックで区切られているな。ジャスティス。静かね。白いハッチは開くみたいだよ。招待状君、全身だ。やっぱりいた。デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなんだ。デビルガンダム細胞の一種だ。攻撃で破れるはずだ。招待状、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。世界ガンダム連合とも交流できるといいけど。 すごい放熱板。このガンダムは。ユン招待長か。久しぶりだな。キリマンジャロ基地以来。アムロ対軍団のファイターになってたなんて。プロレーサー、ブレイクインしてるだけだよ。あ、そうか。対アクシズまでご案内します。ここは切り抜けましょう。分かった。ここは嫌な感じがする。 脱出しよう。敵は無人機ばかりだ。遠慮なく。無人機全滅を確認。キリマンジャロ以来だが腕は落ちていないな招待長。ガンダムファイターなみに修行してますからね招待長さんは。それは頼もしいな。行こう。この装置は？服役のスイッチだね。ミッション全体に大規模なブレイク反応を確認。 何が起こるかわからない。注意して。引き締めてかかるぞ。なかなか危ない。逃げてください。なんか丸っこいヒゲが生えたガンダム。どこのガンダムファイター？ターンAガンダム。すべての歴史の果て、西暦の時代に掘り出された遺物か。あれもガンダム。だがブレードアンテナの位置や。そのガンダムには。 おひげがないんですね。逆にひげのある。僕の未来もまた一つの可能性なんです。言ってしまったか。気持ちのいい少年だったな。戦いの歴史、その中にある可能性。すごくいいこと言ってましたね。いい未来にするためにも私たちは頑張らなきゃ。ああ、僕たちの戦いもやがて歴史の一部になる。 どういう結末を迎えようとも。そこ行け。さすがだな。遅い。直撃。心強いに当てる。 肝心な時にじゃ。また核兵器のスイッチ。どこのかしら。でも押しておいて損はないはずよ。かな。 どこかの核兵器が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。オールレンジ。
回り込む必要があるかもしれん。プラスの箱を渡すわけにはいかない。ユニコーンガンダム、アムロ大佐、あれはニューガンダムの。なんだって？ユニコーン？アムロレウ大佐。確かアクシズショックの時に。私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったが、そんなことよりもっと重要なことがあるはず。バナーチ・リンス。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。行きましょう、アムロ隊員。初めてサイコフレームを実装したガンダム、そしてフルサイコフレームの後継機。何が起こるかわからないのね。あなたのためならどこまでも。ここから先は通さないと言っておこうか、バナージ君。ロンダル大佐、どうしてこんなところに。それ付きネオジオンの残党軍だよ。残党？シャーノか。赤い彗星のことでも考えておられたのか。来るか、アムロ。シャーノ、いや違う、誰だ。私をシャーと呼びたいのだ。そう呼んでくれても。大佐にどう申し開きすればいいのだ。まずいな、こちらが押されている。袖付きの新鋭艦艇ブレイクアウト成功。可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それでも奴の言っていることは間違ってはいないが、正しくもない。惑わされるな。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの偽装を継ぐ者たちの宿願を受け取る。人の思いが光になって地球を包むのを見た。何？何の話だ、フロンタル。だが、それほどの可能性が知られたら、人は変わらなかった。I don't know who sent them, but I got them on full screen kind of, so I can't really see. I seen that somebody liked them, so let's see how it goes. Brondal 大佐、どうしてあなたはそうなんです。人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。そんな力だ。資格もなく他人の心に押し入るのはバナージ。その男に何を言っても無駄だ。そうやって他人、貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は空ではない。薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。シャアーズナブル総帥、
ター大君だ。その名を語るな、フロンタル。バナージ、耳を貸すな。ここで落とす。認めたくないのだ。まだだ。There we go. まだ終わらんよ。Oh, it was Asta. What's up, man?Trying to finish this villain game. シャアに限りなく近く。何一つ似ていない男か。アムロさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。サクラ、ここから脱出する方法は？ここにエネルギーを供給してジェネレーターを破壊するのが早いね。数は三つだな。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。キャプテンガンダムはどこだ？戦況を報告しろ。ああ、ややこしいガンダム出てきちゃった。フルアーマー、いや、ヘビーガンダムか。そういう貴様はガンイーグルではないか。いや、違うな。何者だ貴様は。ファッチャルネーム、名を名乗れ。アムロ・レイ隊員だ。地球連邦軍ロンドベル隊所属。フッフッフッ、軍人か。I am Commando Gundam! Diana's の総指揮官よ。 What is Commander Gundam like that? V が来る。彼は誰なの？ SD コマンド戦機と呼ばれる世界の軍人だ。後に総司令官となる逸材だ。説明聞いてもよ。貴様らのような戦友ができて俺は満足だぜ。重い熱で帰っていった。ブレイクアウトしてくれてよかった。あのまま残ってたら絶対も。Gセルフ、バッテリーフルチャージ。まさかリギルドセンチュリーの時代から G がブレイクインしてくるとは。 G だってガンダムではないのか。それに君はベルリゼナムです。ベルリでいいですよ。分かった、ベルリ。その機体はあそこに帰ること、母だって許してくれます。 G セルフ、ブレイクアウトして帰っていってよ。彼の G、 やはりあれはガンダムなのだろうな。こっそり教えて、ハームス。なんで最初驚いてたの？リギルドセンチュリーは宇宙世紀が終わった後の歴史なのだね。聞かなきゃよかった。壮大すぎて頭痛がしてきたわ。そこ、オールレンジ攻撃。ここら辺に
のジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ。剥ぎ取っちゃって。俺ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。そんな動きで無理な。Hold on 1 second.気持ちはしないな。
つはモビルアーマーか。無人機だが嫌な感じだ。なんださっきが何プログラムなのか。お二人さん、その通りだろ。そのモビルアーマーは無人機。敵、いや人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵器。まさか天使アシュマルが悪魔デビルガンダムの代わり。もしそうならシュレタブレイク現象だけどな。どうやら間違いはそうだね。邪気もなく機能として動き続けているというのか。ん、バラージ、なんだユニコーンが反応してる。その程度やるな。まだなのか。だまだやれるぞ。Dにも効きが悪い。アイフィールド、いやビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はナノラミネートアーマーでビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待てバナージ。もうやめろ。耐えろユニコーン。聖火星に影響が出てるの。バナージ君、多分 NTD システムがバナージ君の感情に怒りに反応してるんだ。人の思いを感じ取る兵器と一切の感情を排除した兵器の対決。感心してる場合じゃないでしょ。アムロ、ダメだユニコーン、引っ張られるな。こらえろバナージ君。このモビルアーマー、無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけの。このモビルアーマーが作られた理由、彼は感じ取っているんだ。なんだって。憎しみをシステム化したらもう歯止めが効かなくなるぞ。その通り。その結果がポストディザスターの歴史だ。それを他の歴史にばらまくわけには。ユニコーン、分かってる。ロニさんの時とは違う。だから俺に力を貸してくれ。このガンダムユニコーンって言ったら、なんだ今だ。そこ、姿勢を回復する。モビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。バナージ無理をするな。ユニコーン、お前は人の心、悲しさを感じる心を知る人間のために作られたんだ。だからこのマシーンにはこいつにだけは負けちゃいけないんだ。これはサイトフレームが共鳴している。アムロ隊員、男と離婚だ。カバーお願いします。分かった、小隊長。メインは任せる。とどめよ小隊長。人の心と心のない機械、強いのは人でなければならない。これで決める。僕には届いた。ハシマル撃破を確認。今だ。ブレイクアウト処理実行。俺は誰も殺したくない。誰にも殺させたくない。だからそのために戦う、このユニコーンで。それでいい、バナージ。俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムラさん、フルフロンタルは俺が。だからあなたは全員ユニコーンガンダムブレイクアウト。分かってるさ、バナージ。奴は俺が止める。アムロ隊員も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれもネオジオンと戦うために。サクラ、ブレイクアウトしましょう。私たちも私たちの戦いに臨むためにね。僕はもう泣かないって決めたから。
もカシコもガンダムのなんだかすごいブレイクミッションだったわね。でもデビルガンダムいない、モビルファイターいない。確かに様々な歴史のガンダムがブレイクインしていたが、非常に限定的なものだった。世界ガンダム連合と紐づいてたのかしら。それはあるかもね。ブレイク現象としてがっつり歴史に絡んでたのはアムロ大尉さんのニューガンダムとバナージ君のユニコーンガンダムか。どちらもサイコフレーム搭載のモビルスーツ、そしてデビルガンダムの代わりにいたのが厄災船のモビルアーマーハシュマン。生体コアを必要とするモビルファイター、デビルガンダムとは真逆の無人モビルアーマーよね。ハーメス、あなたが管理システムに操られてた頃、ハシュマルやそのサブユニットブルーマのデータ収集をしてたわよね。鼻つまみメガネ、しかし赤メガネ、俺のやんちゃ時代を掘り起こさないでほしいものだが、半永久的に機能する完全自律制御のモビルアーマーがデータ収集の対象となっていたのは事実だ。今回のガンダム大集合のブレイク現象、そしてデータ収集対象だった無人モビルアーマー、なんとなく作為的なものを感じるような。このあたり検証していけば管理システム、いえコード・マクスウェルズの狙いが見えるかも。なるほど、興味深い。俺の方で少し調べておくとしよう。